こんばんは。前髪がめちゃめちゃ伸びた。こんばんは。中村舞です。待ってた。こんばんは。こんばんは。どうも、お疲れも、ありがとう。皆さん、明日はお話し会ですよ。ありがとうございます。毎日アイドル復活してる。そう、復活しました、毎日アイドル。今日復活した。そうなの。多分15分やったら表示される。そうなの、復活した。おめでとう、ありがとう。復活いたしました。ありがとうございます。剣もそう戻ってくる。剣も増えてた、休んだ分だけ。そうなの。乾杯。ハートありがとうございます。明日お願いします。明日よろしくお願いします。楽しみ。1時間目からです。1、2、3、4、5、6、6時間目まであるんですけども、はい、待ってます。わ、初見さんもありがとうございます。すごい嬉しい。 FNS を見て好きになりました。中村舞です。ありがとうございます。ハートありがとう。雪もありがとう。ありがとうございます。嬉しい。バスタイム。そう、今日はお風呂場にいます。そうなんですよ。ありがとう。まとめ髪、確かに私さ、いつもまとめ髪してるからさ、だからさ、なんかこう下ろした時にさ、なんかこう学校とかでさ、いつも髪くくってる子が休日に下ろしててドキッとするみたいな、なんかそういう効果ないですかね。ないかなと思ってるんですけど、なんか学校とかでさ、女の子とかがいつも髪くくってて、でも休日に会った時にこう下ろしてて、うわ、なんかいつもと雰囲気違うみたいな、そういうあの現象、その現象を私も起こしたい。起こしたい。でもあの割と配信はいつも下ろしてるから、そう、そんなに起きない。乙女髪を伸びた。あーん、あーん、あーん。ポニーテールをほどいた君を見たでしょ。ありがとうございます。Qさん計算してると。いや、あるじゃん、そういう現象。なんかなかったですか、あのこう学校、私おろしヘアダメだったんで、みんな髪が長い子は絶対になんかくくらないといけなかったんですけど、なんか休日に会った時に下ろしてる姿を見た時、あ、なんか全然雰囲気違うみたいな、ちょっとその現象結構好きなんですよね。私も起きたい、その現象。
制服からの私服。ちょっとなんかないかな、そういうの。私いろんなの着てるしね。ギャップってやつ、それや、それそれです。カップリングの君は表とは違うよね、みんなが知らない顔に胸がときめいた。普段からメガネかけときますか。やだ、絶対やだ、そんなのやだ、メガネ似合わんの。お疲れた方ありがとうございます。やってた。ランナ Q さん見すぎて他にあるか。あるよ。何に頭つけてるの、これ？これ洗面台に今頭をね頭の側面をピタッとさせて配信しています。はい、そう、これ洗面台、ほら、あ、ちょっとなんか裏側、洗面台の裏側、なんか頭がね、人間の部位で一番重たいじゃないですか。だから頭を常に支えとかないとね。なんか響く？なんかね、そう、エコーかかるの。ちょっと自然にね。床冷たくない？冷たくない。なんでなんだろう、お尻があったかい。あったかいよ、お尻から広がる熱。床暖じゃないよ。あの、人よりも暖かい。ん？これ床暖じゃない。床暖じゃない、読み方。ヒゲ暖みたいだねって。ヒゲ暖さんの曲めっちゃ好き。ブオー、ありがとうございます。凍りついた心には太陽を。そしてサイレントね、サイレント見てたんだけど、見てたっていうかめっちゃ溜めてるんだって。あの、もう本当に第5話ぐらいまで見てずっと溜めたまんま。そうなんや。もう最終回か。まだ1話しか見てない。いや、このまだ1話しか見てないって人この間もおったよ。あ、進んでないじゃろ。8話まで見たよ。お、結構進んでる。私と同じように止まってる人がいる。
な。初見さんありがとうございました。中村舞です。見てないって人もいる。いやね、ちょっとね、ネタバレ頑張って情報入れないようにしてるんですよ、まだ見てないから。でも、もう入ってくるんですよね、なんかそのなんか自然と。結構あの放送終わった後にこうなんかトレンドとかにこう入って、サイレントいつもで、なんかね切り抜きとかもねめっちゃ出てきたりするんですよ、 TikTok とかも。なんかそう、ちょっとあーってなって頑張って見ないようにしてるんですよ。まだあの見ようと思ってるんで。本当ありがとうございます。全部一気見スタイル。でもなんか一気見したらさ、結構燃え尽き症候群になるんだよね私私さ、すぐに燃え尽き症候群になるの。感情難しい。めっちゃ可愛い、ありがとう。最近はね、スパイファミリーをね、最新話までは見たくないんですよ、まだ。最新話よりも2個前か1個前ぐらいの話まで見て、で、まだ自分にはストックがある、見るストックがあるんだぞって思いながら、2話分ぐらいずつ貯めながら見てます。こう頑張って、最新話までは行かずに、なんかちょっと余らせときたいんですよ。まだ私は見れるみたいな気持ちにさせたくて、最新話を見てしまうと気になってしまった時が困るんでそう、最終回は困りますね。困ります、困ります。わかる？だからそう、なんか見てない話を2話分ぐらい貯めてる。楽しみ要素を取っておく。独特かいね。スパイファミリー結構ね、そう更新されてるよ。見てるよ。あ、クモありがとうございます。アーニャのモノマネできますか？マーニャピーニャッツが好き全然似てないもはや誰って感じ。アーニャピーナッツが好き。あ、ヨルさんのモノマネ。アーニャさんどう？アーニャさん全然似てないな。ロイドさん似てないか。もうなんか癖強い。似てないって言われるな。あ、ロイドさんのモノマネだったよ。アーニャーどう？ちょっともたれかかりすぎて。似てないって言われる。こんな似てない人珍しい。嘘。ヨルさんちょっと似てる。でもヨルさん、ヨルさん温まります、頑張ります。チチーハーニャさんダメだ、もう私にモノマネはできません。かわいい、ありがとうございます。
ゆるさんは胡蝶しのぶさんですよね。私でも見てないんですけど、あの何ですっけ、鬼滅。そう、一緒ですね。あと掛け狂いのジャバミユメコもそうだ。あ、592日、戻った。もうすぐ600日なんだね。FNS で紹介してく、え、そうなの、そうなの、そうなの、ナレーターっていうんですかね、あの、そうそう、嬉しい。急に日数が増えた。そうなんです、未来から来ました、中村舞です。こんばんは。ギシギシ言うちょっと滅ばが、あのね、この度ホヤの缶詰を売ることになりましたあのホヤって皆さん知ってますか？あの海のパイナップルと呼ばれるホヤなんですけども、そのホヤの缶詰をですね、あのおきちゃんとそして私でそれぞれなんかあの缶詰のねデザインがありまして、でね、それぞれね、そう、あの販売することになったんです。ホヤ知ってる？食べたことありますか？ホヤ食べたことない。私も割と最近まで食べたことなかったので初ホヤだったんですけど、ホヤイベント行きます。あ、本当ですか？ホヤイベントがね、そう、急遽ちょっと結構急だったんですけど決まりましてですね、19日、そう、19日、12月19日の月曜日なんですけど、お昼にあります。で、18日からの販売になるんですけど、18日はその何ですか、ツアーがあるんですけど、ツアーのところで販売して、19日は販売イベントがありまして、で20日からはネット販売にもなります。お腹鳴った、にゃかすい。あ、サイリウムありがとう。そう、ネット販売もございますので、皆さんよかったらあ、タコありがとうございます。私的にホヤはなんか調理したいなって思うんですけど、一個やりたい調理法があって、ホヤのアヒージョ、これ美味しそうだなと思って、ちょっと家に帰ったらホヤのアヒージョ作ってみたい。なんかね、ホヤってなんか私最初貝だと思ってたんですよ、貝の種類だと思ってたんですけど、貝じゃなかったんですよね。なんかホヤはホヤなんですよ、もうホヤはホヤ。アヒージョめっちゃなんか美味しそう、合いそうだよね。もうなんかホヤは結構酢の物にして食べたりされるらしいんですけど、ちょっと私はアヒージョが好きなので、ホヤをアヒージョにしたい。あ、貝じゃないの。でもね、貝っぽい感じもする、若干ね。なんていうんかね、あれ難しい。ホヤはホヤらしい。水分多い、え、
水分そんなに感じんかも。なんか歯ごたえ、なんて言ったらいいんだろうね。初めて見た。なんかオレンジっぽい、赤っぽい、オレンジ赤みたいな色してる。結構大きいね、こうゴツゴツな感じの、そう形してます。ウニみたいな、うん。いやこれはね、まるまるみたいであんま例えられん。ホヤはホヤなんやってみんなホヤはホヤ。でもなんか私は最初貝類だとちょっと間違えてたので、貝類に近いのかな、そうでもないかな。もうホヤとかさ売ってないからさ、そんな食べたことなかった。ヒージュにしたらいいと思ったのはなんで？なんか食べたんですけど、ホヤを。なんかあの歯ごたえの感じと、なんかちょっと貝っぽいなって最初思ったので、なんか海鮮のアヒージョとか美味しいじゃないですか。なんかそれで、アヒージョ美味しそうだなって。アヒージョにしたら美味しそうだな。どうなんだろう？合うのかわかんないや。けどなんかやってみたら美味しそう。ホヤ貝だと思ってた。わかる。ホヤ貝っぽいよね。貝じゃないんだよ。美味しそうだよね。ねえ。ありがとうございます。いやちょっとね、ホヤがちょっと限定1000個って書いてあって、ちょっと私もその情報をネットで知ったんですけど、今日ネットで知って、初めてこんな缶詰できてびっくりしたと思って、そう書いたんですよ絵を。で限定1000個、ちょっと頑張ります結構あるね。なんか私もでも18、宮城県行くんですけど、そこで多分19かなに出会います、ホヤと。ありがとうございます。衝撃的そうだよね。おや、30巻に1つの確率でサインが入ってる。そうなんですよ。30巻に1ってことは30分の1ってこと？サイン書いた？いやまだ書いてないから、もうこれからだよ。これからもうだから、もうほやほやのサインサインもほやほや。ありがとうございます。缶詰に書く。ありがとう。19日？
19日もうなんかね日数が分からなくなってきた。今日はあの洗濯をしに行きましたあのホテルのコインランドリーに洗濯しに行った。ネットには入れずにもうワイルドに洗ってきな怖い洗濯に。いやもう洗濯機に洗濯へ。いやメンバー遭遇してないよ。みんなあれかな、いっぱい持ってきてたのかな。私あんまり持ってこないんだよね。キャリーに入らないのが悩みなんだけど手紙ありがとう。歌唱力のドラさんユニットに期待。そう歌唱力ドラさんでユニット出ます。3人でちょっと私すごく不安でもう頑張ります。ちょっと頑張るって言ってもまだ何にも決まってなくって。そうなんですよね、どんな風になるのかが分かんない。歌とか全然決まってない。私多分3人で会わないと練習ねしないとだし、多分そう曲表題じゃない課題曲から多分選ぶんだと思うんだけど、うん、結婚してありがとう。何の花？ST の曲なんか、あアイドル系の曲ねないんだよね、あの歌唱力の課題曲の中に。でも3人のは分かんない。ユニット名は、うん、ST ドラさん決めてないだけ。3人の曲難しいね。そうあの今回が初なのでちょっと私もよく分かってないんですけど、まあマジでちょっと頑張ります。溶け込めるように。そろそろ10分だよ。あと10分なの？リード誰？分からんけど、もうねソラハが誘ってくれたんですよ。ソラハがあの ST ドラさんで出ようよみたいな感じで誘ってくれて。そうで私はちょっと今年歌唱力出ない方向だったので、そうちょっと迷ったんですけど、もうドラさんということで、まあ、なんか楽しめたらいいなと思いまして一緒に出ることにしました。タコありがとうございます
頑張ります。で出ない理由はいろいろあるんですけど、なんかいろいろちょっとありましてね。尊いありがとうございます。ボイパに挑戦あ、私ボイパしよこうか。あ、確かにね、ちょっと2人に歌ってもらってボイパ。ありあり。声変わりだから。違うよ、声変わりだからじゃないよ違うよ。ジジイありがとう。ボイパー、そう、ボイスパーカッション役の中村舞です。おきちゃんはおたまトーンでソラハンに歌ってもらおう。3人歌唱力、歌唱力ならぬボイパ力とおたま力。いやでもちょっと私ハモるとかあんましたことないんで結構大変ですね。もしそうなったら。メインでいい。いやメイン歌っててハモリ歌われたらハモリに行くよあのみんなが歌ってる方に行くから。私はそうだよ。釣られます。ケイさんありがとうございます。中村舞です。ドヤ顔したハートありがとうございます。皆さん明日はパシフィコ横浜ですので幕張には行かないように気をつけてくださいね、来られる方はパシフィコ横浜です。ありがとう。気をつけてきてください。明日はそうサンタ、なんか今日あれ見たわ。横浜ってさ、なんかさ、すごい近未来的な乗り物があって、なんかすごい街中になんかあの空中のなんだっけ、あれなんて言うんだっけ、あ、そう、ロープウェイだ。ロープウェイがあってね、そう、すごい、もうあれなんてことだ。そう、なんかああいうのってなんか海にもあるやん。いや、なんか山にあるもんだと思ってたの。登るためにあるみたいな。え、なんかさ、平行移動結構してない、あれ。あれ登るもんなん？
私も乗りたい、あれ。え、すごい、すごいやつ。あの、え、あのなんかね、観覧車とかあるところ。ありがとうございます。すごい、移動するだけ？登らないって。え、すごいよ。なんかすごいって思いながら語彙力ないけど、うわすごいって思いながら今日来ました。誰のくしゃみ、誰でしょう。わかりやすくない？今の誰のくしゃみか。結構わかりやすそう。目で買いました。いや、あの壁なんです。このお風呂場で配信しているという。すごい、みんなもう千穂ちゃん、千穂ちゃん、千穂ちゃん。58分、ちょっと待って、男女用バンドね。そう、あの毎日2人部屋です。男女用ボ。くまねパパさん、消化道弁当さん、刀剣太郎くんさん、松さん、りょんきゅうさん、まゆうたみさん、ぽくれんぱさらんさん、広島コーパセリさん、きなぺこさん、みーさん、とおるさん、うまちゃんさん、タロスさん、ありがとうございます。おやすみなさい、おやすみなさいませ。お腹が鳴ってるなおやすみなさいませ。また明日。お腹鳴ってる、グルグルグルって言った、恥ずかしい。聞こえた？仏の顔しとこ。何も鳴ってないですよ。おやすみ、おやすみ。また明日。バイバイ、またね。おやキュースミー。